ツインレイとは、シンクロが驚くほど起こり、実はその精度や頻度、理由がすごいのです。シンクロとは、具体的にどのような意味があるのかを知りたい方も多いでしょう。ツインレイのシンクロにはどんな意味が込められているのか、それが単なる偶然とは何が異なるのか、詳しく説明していきましょう。まず、ツインレイのシンクロは、意味のある偶然の一致を指します。シンクロはシンクロニシティとも呼ばれ、偶然の一致という意味合いを持っています。そして、ツインレイにおいては、魂が導き合い、エネルギーが反応して生まれる意味深い出来事として捉えられます。ツインレイ同士は離れていても、シンクロニシティが起きやすく、お互いの存在が常に影響し合っていると言えます。以前は一つの魂として存在していたツインレイは、長い間、片割れを求めて生きてきたため、出会えた瞬間から強力に惹かれ合います。エネルギーの引き合いが始まると、物理的な距離を超えて、相手の存在を感じ、同じ動きをしようとする不思議な流れが生まれます。シンクロが起こることは、相手が本物のツインレイであることを示唆しています。この深いつながりとエネルギーの共鳴が、ツインレイ同士を不可思議なまでに引き寄せるのです。ツインレイのシンクロニシティと通常の偶然とを区別するには、その本質的な違いを理解することが重要です。まず、ツインレイのシンクロニシティは、一般的な偶然とは異なり、魂同士の引き合いによって引き起こされます。ツインレイ同士のつながりや交流は、物理的な出会いだけでなく、シンクロニシティによっても進化していきます。このつながりを通じて、二人の魂は互いに引き寄せられ、統合のステージへと進展していくのです。通常の偶然は単発的であり、一度の出来事や出会いがその都度独立して起こります。しかし、ツインレイの場合、シンクロニシティは何度も頻繁に現れ、二人がお互いを強く意識するよう導かれています。単発的であると同時に、繰り返し起こるシンクロニシティは、ツインレイ同士の魂的な結びつきをより深め、進化させていくのです。通常の偶然が一度起こると、それが偶然であると理解し、驚くこともあります。しかし、ツインレイのシンクロニシティは、その頻度や深さから、やっぱりと感じることが多く、何度も繰り返される出来事が迷いや不安を解消し、二人の魂を結びつけていく場面が多く見られます。ツインレイには、不思議なシンクロが起こる6つの理由が存在します。これらの理由を知ることで、ツインレイ同士のつながりや、成長のプロセスを理解する手がかりとなるでしょう。1. 魂がつながってるから、ツインレイ同士のシンクロニシティが起こる主な理由は、二人の魂が強く結びついているからです。ツインレイは、生まれる前に、一つの魂が、二つに分かれ、それぞれがこの世に生まれてからもお互いを探し続けます。出会った瞬間から魂が引き合い、時には見えない絆が、お互いを引き寄せるように働きます。魂の統合へ向けて成長するためには、お互いに乗り越えるべき試練があり、その試練を共に乗り越えることで、魂が成長し、結びつきが深まります。この結びつきがシンクロニシティを生み出します。2. 無意識で惹かれ合うから、ツインレイ同士はテレパシーのような心の通信が可能です。言葉に頼らずとも思いや感情を伝えることができ、時には無自覚のまま相手の思いを受け取ります。お互いを強く思う気持ちでテレパシーを送ることで、相手が受け取り、無自覚のうちに会ったり、声を聞いたりできる行動を起こします。ツインレイのテレパシーは、魂同士のつながりをより強化し、共通の目標や成長に向けてのサポートとなります。このテレパシーがシンクロニシティを引き起こし、お互いをさらに理解し合う手助けとなります。3. 天からのメッセージと成長へのサポート。ツインレイの不思議なシンクロが生じる理由は、天からのメッセージを受け取っているからです。彼らが出会うことで、スピリチュアルな能力が芽生え、
高次元の存在との結びつきが強まります。これは、高次元の存在とつながりやすくなるという特別な状態。その結果、彼らは次々と成長するためのサポートを得ることができます。高次元の存在は宇宙の根源のエネルギーと深い関係にあり、その影響は現実世界にも及びます。シンクロが増えるのは、まさに天からのサポートのサインであり、これがチャンスを逃さず掴むことで、魂の成長が促進される要因となります。天のサポートはツイン霊の統合を応援し、彼らが肉体を持つ一方で強く存在感を感じ、目の前に立ちはだかる試練を前向きに受け入れる力となります。4. 強烈な願いとシンクロニシティ。さらに二人がお互いに会いたいと強く願っているからです。この願いの強さは絆にも影響を与えます。出会ってから、ツイン霊は他のどんな人よりも相手に会いたくなります。その強烈な願いは、魂のつながりが一層強固なものとなります。魂のつながりが強まれば、パートナーとの共有を求めてシンクロが引き起こされます。ツイン霊の願いは特別で、それが魂の望みとして宇宙に届くことでシンクロニシティが生まれるのです。したがって、何度も偶然な出来事やつながりが生まれるのは、ツイン霊の強い思いがあるからこそなのです。これらの理由により、ツイン霊のシンクロは不可解でありながらも、深い意味を持つ現象となっています。彼らの出会いや願いが、宇宙的なメッセージとして織り交ぜられ、奇跡的なシンクロニシティをもたらすのです。5. スピリチュアルに目覚めるから、ツイン霊のシンクロが生じるもう一つの理由は、彼らが目覚めを迎えることで、スピリチュアルな能力が高まるからです。ツイン霊はパートナーとの出会いを通じて、覚醒のプロセスが始まります。これは、片割れの魂としてではなく、一つの魂としての統合が始まる重要な時期です。ツイン霊がそうだ、もともと一つの魂だったと気づくと、スピリチュアルな能力が急速に開花します。チャクラが活性化し、第六感が鋭くなることで、思考の現実化が迅速に進むようになります。魂が活性化することで、思考エネルギーが現実に大きな影響を与え、ツイン霊は自身の能力を新たな高みに押し上げます。ツイン霊が共に過ごす時間や互いを思い合う瞬間は、すべてが深い意味を持っています。スピリチュアルな能力がシンクロを引き起こし、必要な時に出会えるようになります。この能力の向上は、ツイン霊が統合に向かって進む過程で、重要な役割を果たします。6.ツイン霊との出会いで波動が高まるから、ツイン霊と出会って互いの波動が高まるからです。この世のすべてはエネルギーであり、波動を発しています。感情にも波動があり、同じ考え方やエネルギーレベルの人とシンクロするのは、まさに波動の共鳴から生まれるものです。ツイン霊のシンクロは特に波動が高い場で起こります。彼らの元が一つの魂であるため、波動のレベルも同じ。これにより、他の魂が介入できないほどぴったりと一致する波動でお互いを刺激し合います。統合に向けては、壮絶なエネルギーの上昇が起こり、波動レベルも急激に上昇します。高い波動でお互いの存在を認識し、シンクロが起こりつながりを深めていくのです。ツイン霊同士の波動の共鳴は、シンクロニシティを生み出す大きな力となります。ツイン霊のシンクロがすごいと言われるには、それなりの事例があるからです。実際に、どんなシンクロが起きるのか気になる方のために、例と理由をご紹介しましょう。ただの偶然?と不安でも、本物のツイン霊か、見極められるようになります。1. 偶然が何度も重なる。ツイン霊のシンクロでは、単なる偶然が何度も重なります。例えば、出かけた先で偶然に出会ったり、お互いが同じ瞬間に思いを寄せ合い、会えたりします。これはただの偶然ではなく、二人
人のシンクロニシティが作り出す現象です。ツインレイ同士は思考がシンクロし、同じアイデアや行動につながるため、偶然が続発しているのです。例えば、朝一番に天気の良い空を見たとしても、思考がシンクロすることで同じ行動に至り、意味深い出来事が繰り広げられます。2. 名前や生年月日の数字が似ている。ツインレイのシンクロは、名前や生年月日の数字が似ているという形でも現れます。彼らは、もともと一つの魂だったため、生まれてくるべき魂の一部として、同じ数字や要素を共有しています。名前や生年月日が似ていることは、宇宙が設計した運命が共有されていることを示します。また、ツインレイは同じ国籍や出身地であったり、類似の半生を歩んでいることがよくあります。この国字は、ツインレイが二つの肉体に分かれる前に共有していた運命や、試練を乗り越える成長の過程を象徴しています。同じトラウマや辛い瞬間で同じキーパーソンに出会ったり、共感できる状況を経験することもありますが、国籍や文化が異なる場合もあるため、注意が必要です。3. 二人の思い出の音楽が聞こえてくる。ツインレイのシンクロの一例として、二人の思い出の音楽が聞こえてくることが挙げられます。ツインレイにとって音楽は、サイレント期間と呼ばれる、離れている期間において特別な存在となります。この期間は、試練の一環であり、最初は離れていることに対する寂しさや不安が込み上げ、パートナーのことばかりを考える苦しい時間をもたらします。しかし、このサイレント期間に、二人の思い出の音楽が聞こえてくることで、気づきやツインレイに関連する音楽を通じて、気持ちを整理し、乗り越えるきっかけとなります。サイレント期間の終わりは、二人が成長し、時期が熟した時、思い出の音楽がきっかけで再会することもあり、心境や状況が歌にシンクロすることで、ツインレイとの再会や気づきにつながる例です。4. 連絡のタイミングが重なる。連絡のタイミングが重なるというケースも、ツインレイのシンクロの一例です。このケースは、ツインレイの存在を強く認識するきっかけともなります。例えば、何をしているかなと思った瞬間に、電話がかかってきたり、連絡しようと思った時に、メッセージが入ってきたりします。これはテレパシーが、すでに送られ、パートナーとの通じ合いによって、連絡のタイミングが重なる現象です。お互いを求め合う気持ちがエネルギーを動かし、何度もシンクロを引き起こします。連絡のタイミングが度重なることによって、ずっとお互いを思い合っているという確信が深まり、迷っている時にも電話がかかってきたりすることで、絆がより深まります。この連絡のタイミングのシンクロは、運命を信じる要素となります。5. 感情が伝わってくる。ツインレイのシンクロには、相手の感情が伝わってくるという特徴があります。ツインレイ同士の魂のつながりが強まると、相手の感情が直感的に受け取られるようになります。シンクロニシティが作用することで、自分の現状とは無関係な感情が突然浮かび上がることがあります。ツインレイ同士が同じ感情を共有している場合でも、本人は無自覚のことが多いです。人の感情は、目の前の出来事や過去、未来に思いを馳せた時に浮かぶものです。しかし、ツインレイ同士のシンクロでは、相手の感情が突然浮かんできます。これにより、自分の目の前の状況とは、無関係な感情が浮かんだ時には、シンクロが起きていると言えるのです。例えば、突然嬉しくなったり、悲しくなったり、イライラしたりすることがあります。6. 同じタイミングで体調不良。ツインレイのシンクロは、体調不良も、同じタイミングで起こります。風邪をひくタイミングや体調不良が同時に発生することがあります。風邪は通常、免疫が低下している時に引きやすくなりますが、ツインレイのシンクロでは流行や疲労とは独立して、
突然症状が現れることがあります。シンクロが作用することで頭痛や体調不良、腹痛などの症状が同時に現れることがあります。デートの約束をしているにもかかわらず突然腹痛や倦怠感で体調が悪いからキャンセルしたいと連絡すると、相手も同様の症状で、実はお腹が痛くてしんどいから同じことを考えていたと返信があることがあります。これはツインレイ同士が体調まで一緒になるシンクロを実感する瞬間です。体調が悪くなる原因が不明瞭であれば、それがツインレイとのシンクロの一環である可能性があります。だな、相手の怪我と同じところが痛くなる。ツインレイのシンクロの中には、パートナーが怪我をした時に同じ箇所が痛くなるという事例もあります。ツインレイ同士が同じ怪我をすることもあれば、痛みだけがシンクロする場合もあります。具体的な外見の変化がないため、直感的になぜかここが痛いと感じる場所がパートナーが怪我をしている可能性があります。病気による痛みでも同じようにシンクロすることがあります。自分が病気になっていないのにもかかわらず痛みが発生することで理由がわからない場合もあります。このようなシンクロの事例を知っておくことで、お互いが痛みを感じる際に安心感を得ることができます。8. 何もしていないのにお互いに疲れている。ツインレイのシンクロには、何もしていないのにお互いに疲れているという事例も存在します。ツインレイが出会うと性エネルギー交流が盛んに行われるため、極めて疲れやすくなります。性エネルギーの交流によって生命力が高まる一方で、同時に体力も消耗します。このエネルギー交流は眠っている間にも行われ、夢の中でパートナーに会ったり経験を共有したりします。そのため異常なほどの眠気や倦怠感に襲われ、疲れが取れない感覚に陥ることがあります。お互いがシンクロによって同時に疲れを感じているため、会うための気力が削がれることもあるでしょう。ツインレイのシンクロが統合期になると、その頻度が驚くほど増えることがよく言われます。この驚くべきシンクロニシティが怖いほど増える理由は、ツインレイの魂が結びつく寸前に迫っているからです。ツインレイの出会いから進む7つのステージを経て、最終的には統合後には無償の愛だけが残ります。統合後、二人の肉体は二つでも、魂は一つの存在として統合されます。統合前は、魂が一つに戻る最終段階に向かうため、シンクロニシティが増加し、お互いの存在が確固たるものとなり、一体感を強く感じるようになります。シンクロが怖いほど頻繁に起こる場合、それは統合期に大きなエネルギー変化が起きているために生まれる恐れの現れです。この恐れはパートナーへの拒絶ではなく、未知の自分に向き合うことに対する不安です。この不安を解消するためには、自分自身と向き合い未来を想像することが重要です。ツインレイとの出会いを通じて、人間として成長してきたことを振り返り、無限の愛情を持つことがどれほど幸福なことかを理解することで、統合への不安を克服できるでしょう。この先の人生に感謝と無償の愛を持ちながら、統合がもたらす成長と幸福感を迎え入れることができるのです。ツインレイのシンクロは魂のつながりがある証拠です。不思議な偶然が重なると感じるときには、本物のツインレイと向き合うタイミングでもあり、自身の成長のチャンスでもありますので、ポジティブに捉えてツインレイとステップアップしていきましょう。